はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回はパワプロ2018栄冠9に続きをやっていきたいと思います。でね、この栄冠9じゃいつまでやるんだと、まあ大して再生もされてないでしょうっていう話をミカミックスともしたんですけど、なんとかですね、もう一度甲子園の土を踏みたいということで、もう一回甲子園出場するまでは、もう誰が何と言おうと頑張って続けていきたいなと、いうふうに思ってますんで、ぜひぜひ皆さんお付き合いをよろしくお願いいたします。じゃあそこそこに落ちてしまったので、まあこれをね、しっかり上げていきましょうというところからになります。まずはチームの底上げをまた秋の大会が始まるまでにしておかないといけないですね。で、ちなみにですね、甲子園、じゃあどの甲子園まで頑張るのっていう話だと思うんですけど、出場する甲子園はですね、春、夏問わずというところでちょっと考えてます。なので、春だろうが、夏だろうが、もう一回甲子園出場するまでは頑張りますというところですね。さあ、では、またアイドルが来るのを待ちつつ、しっかりと底上げをしていきましょう。で、特に天才肌の選手が入ってるんで、その天才肌の選手、この選手をいかに活かせるかっていうところだと思うので、天才ピッチャーを育てて、その天才ピッチャーが3年になるときはむしろ春夏連覇狙うぐらいの気持ちでやっていきます。で、もうすぐ合宿が始まるんですが、合宿の前にまともな練習がないので、ちょっとシャッフルしちゃいましょう。ボランティアとかどうでもいいんで、ラットマシンとかもどうでもいいんで使っていきましょう。やっぱりダンベル、もしくは、まあ、筋力か打撃かが欲しいですよね。ちょっとまともな練習がないまま入っていってしまうわけだな。さあ、合宿だ。来い。非常に微妙だ。誰も何も覚えないし、ムードぐらい欲しかったな。堀野がいるんで、堀野は天才肌のピッチャーですね。尻上がり。堀野が回復し、石沢が重い球。堀野は先発で連戦連投になるのは間違いないので、もちろんしっかりとやってもらいたいなというところなんですが、ここはアロマテラピーでムード丸。誰か一人ムード丸。誰か一人ムード丸。ダメかー。誰か一人ムード丸。宇山が守備職人だけ。さあ、最後。頼むぞー。座禅。チャンス。だー。今回は特能に関してはみんな微妙だったなー。まあ、しょうがないな。で、この後はアイドルがいるんで、アイドルのところにしっかり止まりましょう。で、アイドルのところで、練習効率、大きくアップ。これを狙っていきます。で、ホリーノは球速アップをまだまだ続けましょう。で、ピッチャーは、もうホリーノが先発をするのは間違いないので、あとはもう抑え系ですね。抑え系を頑張ってもらおう。熊野はパワーがなさすぎるな。正捕手をどっちにするかですね。板垣にするのか、熊野にするのか、両1年生。これ、板垣を正捕手にして、熊野は外野手で使おう。
なので、熊野はパワーを上げていきましょう。で、荻原くんはミートを上げて70、パワーも70、BB まで持っていきます。白石くんは、じゃあちょっとここで一旦弾道を上げて、湯山はミートを上げましょう。福住くんは弾道。このあたりはミートをまだまだ上げていく、そういう段階かな。はい。じゃあこれで進めていきましょう。さあここで練習効率大幅アップ、来てくれ。よし、かなり上げた。これは大きいですね。じゃあ的当てでコントロール一気にアップしていこう。まあ、当然投手力重視の練習というかチームに方針を変えたので、練習メニューが多いのは投手系が多くなりましたね。これも全ては堀野のためだ。またアイドルがいない日々が続きそうなんで、このアイドルがいない日々をどう過ごすかですね。4しかない状態にしちゃったのは良くなかったかもしれないな。練習の大きさが全部4になっちゃったんで、まあでも大丈夫かな。本当に全部綺麗に4になったな。白石くんは一旦パワーを上げていきましょうか。まあ、打撃はあまり期待できないチームに今後なっていくと思うんで、チャンスに強い選手を作っていきたいんですが、その点さっきの合宿でチャンスを誰もものにできなかったのはちょっと痛いよな。そうですね、今マネージャーからもオーダー確認しといたらっていう話が来たので、オーダーを確認しましょう。先発は1年生です。遊撃が、ちょっと弱いか、というか、まあ、全体的に微妙なんだけどね。癒しのひととき。何が起きてる？ちょっと待ってくれ。
大丈夫だね。いや、一瞬バグったかと思って心配になりましたけど。さあ、前評判 C の高校との戦いか。C の高校相手に勝てる気はしないけど。天才の覚醒 D かけるしかないな。岩崎、お前にかける。あとは堀野君がどこまで今の実力で抑えられるかですね。堀野君はストレート150キロで、変化球は決め球5ぐらいのものを持てるような形。1球種は最低でも変化球レベル5になるように育てていきましょう。さあ、一気に試合を決めに行こう。ちょっと待ってね。今の選手って正直、特徴が分かってない。ユーヤマから見ていこう。ユーヤマ、神保。まあ、特徴はないよな。こうやって見ると。荻原だけパワーヒッターと初球丸持ってますね。他は、これぞという、それこそ、特徴はない。抜けていく。いやー、抜けない。ゲッツーだ、むしろ。快音の割にはちょっと球に、打った球に力がなかったですね。よし。ボール球だけどヒットを打ってくれれば御の字ですね。さあ、荻原。彼はパワー気持ちなんで。しかも、初球から。打てる。初球丸。まあ、ちょっと4番にね、高校野球とは送りバントというわけにはいかなかったんですけど、送りバントでも良かったかもしれないな。ボテボテの当たり。よし。これでワンヒットで確実に1点という場面を演出できましたね。ダメだ。この1点を守りきる戦いになるんだな。まあ、早速追いつかれた上にピンチだ。よし。これは久住がしっかり両手で取ろう。いやー、片手はダメだよ、片手は。両手で取りに行ってほしかった。西尾君って結構強いね、このピッチャー。さあ、ワンアウトランナー三塁一塁のピンチ。で、4番藤野。ここは低め。よし、ゲッツーだ。よし。これで流れを作ろう。ただこの西尾君本当に強い。けど、どう？入る。よし。あとはこの2点差を、堀野がしっかり守れるかというところですね。よし。ただもう1、2点欲しいですよね。怖いんで。よーし、ジャンプ1番だったけど大丈夫だったね。今のタッチの新田くんだったらね、ジャンプ1番で取ってましたね。そして4番。これはゲッツーじゃない。そもそもツーアウトか。まあ、当たりは良かったんですけど、正面だったんでしょうがない。さあ、これで8回の裏、9回の裏。
あと2つ。ここは電流を使っちゃおう。ゲッツ！うわー、抜かれたか。三塁までは行かせるな。よし。で、2番か。よし、追い込んだ。追い込んだぞ。ゲッツーは無理か。当たりが、ちょっと弱すぎましたね。強い当たりでヒヤッとするのも嫌だけど、今みたいなボテボテの当たりだと、ゲッツーは難しいですね。よし、ゲッツー狙おう。そもそもゲッツー狙えないね。いやー、守備を鍛えるチームにして正解でしたね、今のなんかは。今までのエアアジア高校では抜かれつつ、いやー、2点タイムリーだ。いやー、守りきれませんでしたね、2点のリード。これは切れていく。これはポテンヒットだ。ナイスバッティングかって言われるとナイスバッティングには見えなかったけど、まあしょうがないよな。よし、同点でしのいだんで9回の表。ここで1点、堀野のために1点取ろう。どうだ、入ってくれ、入ってくれ。よし。ただここで攻撃の手を緩めるわけにはいかない。よし、うわ、うまい。抜けないか、今のあたりが。今のが抜けない。スクイズ。よし。さあ、ホリド、頼むぞ。ホームランとスクイズ。大技小技を織り交ぜて取った2点のリード、これを守り切ろう。まあ、ランナーをためないことですよね。1本大きいホームランを打たれたとしても、おー、ポテンヒットが、いや、いいバッティングではないでしょう。このアナウンサーさっきも言ってたけどさ、天才堀野、天才堀野、頼むぞ。最後まで堀野で行く。よし、天才堀野がこれで急成長を遂げてくれれば。ポリーノは、うん、順調に上がってますね。球速、コントロール。コントロールは2上がってる。よし、ここは一旦感染を使って疲れを取っちゃおう。石沢に何があったんだろう。で、ボランティアをして、県大会、まずはここをしっかり勝ち上がりましょう。目指します、目指しますよ。1番バッター湯山、ここは湯山がまず出よう。しっかり渡部の能力わからないけど、これは入ってくれるとこまでいかなくてもいいよね。シングルヒット、まずはシングルヒット。
点は取れなかったか。で、満塁。ここはもう黄色い声援を使って、1点を取りに行こう。うわー、やらかしやがった。そして、6点ビハインド。マジかー。あそこで点が取れなかったらこんなことになるんだな。もう点が取れるようなチャンスで点を1点ずつ積み重ねていくしかないんで。ただ相手も勢いに乗ってきてるね。うわ、これはダメだ。まあ、ただまだ中盤ですからね。ここをしっかりしのいで、2点、2点、3点と返していきましょう。いや、本当にすごいいい当たりでしたね。抜かれててもおかしくないような。さあ、ピンチの後にチャンスあり。よし。まずは1点ずつでもいいんで、3点以内ぐらいの圏内に追いついていかないと。うわ。空振り三振かー。うーん、これはサード正面。ヒットの数では引けを取ってないんですけどね。板垣が投げちゃってるんで、ちょっとこれを変えましょう。うわ、投手変えられないし。やっちまったー。ただ板垣、すげえ、三振取った。持ってかれたかー。もうあと10センチでホームランっていうぐらいの当たりでしたけど。まあ、とりあえず、追加点を取られないことが重要なので。抜かれる。これは樹南の高校。物語が始まりそうだな。そこそこから、これは、落ちる可能性があるぞ。7点ビハインド。残り3回。打ち上げた。2球で追い込まれてシュートで空振り三振。打ち上げたか。まあちょっと無策なんじゃないの、監督っていう感じもしますけどね。いやー、本当に2回の表の満塁。ワンアウト満塁で点が取れなかった。あそこに尽きるな。まあ、なんとか弱小落ちは免れましたね。
じゃあちょっともうちょっと時間があるので、もう少しだけ先に進めましょう。いや、もう本当にチーム力の底上げ、これに尽きますね。みんな補給がめっちゃ上がってるけど。いや、補給がすごいな。いや、守備力が高いのはいいんだけどさ、それ以前にしっかり点を取ってくれなきゃいけないんだよね。堀野。一旦ここは変化球にしますか？フォーク。天才投手堀野にかけるしかないからな。いや、捕球がめっちゃ上がるな、このチーム。まあ確かに捕球がね、ひどい目に遭わないというのは重要だとは思うんですけど。ここはベースランニングを踏んで分岐を作っていきましょう。これは下だな。で、3回地下出てくれれば、うまく日曜日の特訓マスに止まれるんだけど。あー、ダメだったか。これはリスクを冒してまで止まりたくないので、ちょっと一旦アイテムで、1上げるを使っちゃおう。これで総合練習で止まれるよね。さあ、今回のドラフト本当に期待できないけど大丈夫？おお、入ってくれたか。
よし、練習効率かなりアップ。その後のフォームチェック変化球。これで、変化球が、ホリドの変化球が上がってくれれば、御の字ですね。で、ホリノが打たれた後困るんで、石澤、彼に新しい変化球を覚えさせよう。小俣は、コントロールかな、そろそろ。ちょっと堀野の成長がわからないな。じゃあちょっと合宿まではプレイをして、今回のプレイは終わりにしていきたいと思いますので、合宿までね、ぜひぜひ皆さんお付き合いお願いいたします。で、アイドルが日曜日にいるので、まずこのアイドルのところに泊まるのが重要だな。来週の日曜日にもアイドルがいるな。お、アイドルが続いている。これは嬉しい。やっぱね、可愛い女の子がいるという、それだけでテンション大幅アップですからね、普通は。よし、練習効率かなりアップした中で、変化球投げ込みはない、的当てだな。さあ、ここで練習効率大幅アップ。引き当ててくれ。テンションアップか。テンションアップだったら仮説シャワーを使っちゃおう。そして大幅アップが来い。まあ2しかないですけどね。練習効率アップきましたね。じゃあ変化球投げ込みで堀野の変化球を上げていきたいけど、どう？石澤がシュート覚えたけど、堀野は変化球は上がらないか。さあ、そろそろ合宿に備えていいものを残すっていう作業を始めていかなきゃいけないんですが、まともなものがないといえばないよね、今。握力強化でしょ？フォームチェック球速。これは残したい。インターバルは使っちゃおう。
スケジュール見直しを使ってよりひどいのが来るのは避けたいんで、これはこのまま残したまま合宿迎えたいな。さあ合宿だ。頼むぞ。この合宿に全てがかかっている。アロマかな。いや、今回めっちゃ頑張ってるな。ホリノがいなかったんで、ちょっとね、微妙かなと思ったんですけど。今回もホリノがいないな。いや、ホリノはどこに行った？練習サボってるんじゃねえ、ホリノ。何にもなしか。ホリノの成長を促したい。何にもなしか。ホリノ。さあ、天才ホリノのちょっとね、状況を見ておきますか。まあ、ホリノ自体は勝ち運がついていて、変化球も4球種。これ、フォークと高速シュートとシンカースライダーなんで、まずフォークを5まで急いで持っていきましょう。で、その後だな。で、忘れないうちにアイテムで本を読ませよう。変化球も切れ。これをホリノ。貴様に読ませる。はい。じゃあね、この続きまた次回プレイをしていきたいと思いますので、皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。